応ですね、今アメリカ村の方まで向かってます。どこなんや。大阪は難波までアメリカ村なんですけれども、そこまで工場流っていう、美味しいって言われているたこ焼きを買いに行く動画です。お、たこ焼き。どっちやろう。多分あの交差点の向こうやと思うんですけど、みんなこれすごいな。コカ・コーラって書いてました。すごいっすね。こんなところにパーキング。あれが公園ですよね。だからこの近くなんですけど、あ、あった、並んでる。めっちゃ並んでる。あれ？うめえ。こっちが甲賀流。あれ？知らんがな。あれ？え、どこ？どこにあんのやろ？あ、あったあった。あります。こっちですね。あ、こっちですか。すいません。あ、すいません。めっさ並んでますね。ほら、この今日は並んでる。甲賀流ゲットいたしました。なんかたこ焼き屋さんとか結構いっぱいあって、こっちもめっちゃ並んでる。とりあえず車のところへ戻ります。アメリカ村の甲賀流のたこ焼きゲットしてまいりました。どんなんか見てみましょう。一応その場で食べるのと お持ち帰りが選べてて、ソースマヨネーズが450円で、ソースネギが500円でした。うん、いい感じ。それでは甲賀流のあとたこ焼き、お味の方チェックさせていただきたいと思います。たこでか、見てください、タコでかいです。タコ出てきてしまいました。タコが出てくるやないか。それではお味の方をチェックさせていただきたいと思います。あ、うまっ。割と生地は固めで、こってりソース味でマヨネーズのまろやかさが混ざってめっちゃ美味しいんですけど、そうですね、フーフーにちょっと味が似てるかなっていう感じなんですけれど、タコがめっちゃでかいです。
美味しいです、すごく。それでは簡単なんですが、指令させていただきたいと思います。